今回も疲れたね。お互い無事に帰ってこられ。おいクリスタ、お前また捨て身で仲間を助けに行こうとしたろ。え、うん、お前なまだいい子を続けるつもりか。自分のために生きろって言っただろうが。この間だって道の真ん中でもたついてるガキを助けようとして馬車に引かれそうになってただろ。ユミル見てたの？私はいつだってお前を見てんだよ。お前がどこにいようとな。なんてな、冗談だ冗談。その日お前は服を汚して帰ってきただろ。その後何やら恐縮した感じの母親とガキが来てお前と話してたから、だいたい想像できたってだけだ。じゃあ私の服の汚れも私が誰かと話してるのも見逃さなかったってことだよね。あ、まあそうなるな。本当にユミルって私のことよく見てるよね。そりゃ愛するクリスタをずっと見てたいってのは当然のことだろうが。もうユミルったら。は？